どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。はい、やってきました。今日もですね、大人気芝からストリートシリーズですよ。皆さん、どうやら話を聞くと激辛たこ焼きがあるということでね、今日はね、そこをちょっと調査しに行きたいと思います。で、これ芝からストリートなんですけど、この前、多分激辛ニンニク風味のお蕎麦あったじゃないですか。お蕎麦のお店があそこなんですよ。はい、ほら赤い上りが立ってるとこあれですね、あれ。はい、で今日のお店もう徒歩、徒歩5秒、タコおじさんですよ。タコおじさん、これ見るとね、見てください。これほらね、テレビでいっぱい紹介されちゃってますよ。ほらね、これね、お眉のこの石ちゃん。じゃあね、そんな感じでね、今日もスーツをびっちょんこにしながら行きましょう。レッツゴー。あ、ガシャリーンと、ごめんなさい、よろしくお願いしますと。すごいね、いいですね、やっちゃいましょうと。あ、こんにちは。はい、ということでやってきたんですけれども、タコおじさんです。あ、ありがとうございます。来ましたー、生ビール。胃の中をね、消毒しとかないとね。はい、乾杯と。早速頼んでいきましょうかね。行きましょう。すいません、激辛。はい、激辛たこ焼きやっちゃいましょう。お願いします。今まで出た中で一番辛い。10倍です。あ、本当ですか。じゃあそしたら11倍いきましょう。11倍。はい、記録更新ということですよ。たこ焼きを焼いているところをね、ちょっと撮らせてもらうことになってね。すごい早技ですね。職人技ですよ、職人技。たこ焼きさんたちが喜んでますよ。ね、ちょっと何言ってるかよくわかんないですけどね、ごめんなさいね。いっちゃいましょう。オリーブオイル、オリーブオイル、そこにかけちゃうと。仕上げましょう。仕上げましょう。これまあ作ってるんですけど、これはノーマル。ノーマル。ここにジョニー。はい。11倍。11倍。うーわー、うーわ。怪しげな粉ですわ。うわ、鼻が。あ、鼻がやばい。鼻がやばいね。来ましたよ、見てください、このジョロタコ。これがすごい、もうね、この粉かけてるだけでね、もうくしゃみというか、なんですか、刺激中でね、周りのお客さんの方がね、ゲホゲホ。じゃあまずね、レギュラーの辛いやつ。そうだね。じゃあちょっとまずこれからいってみましょうか。はい、うまいっすか。うまいっすか。はい、うわ、すごいね、これね。はい、いただきます。おお、ジョロキア臭が口の中にこうきますわ。あ、でもこれ普通に全然美味しく食べられる辛さですね、これね。このレギュラーの激辛はこれね、ほら、ちょっと若干もうほら、汗がたった2つ食べただけでこのざまですよ、びっちょんこ。はい、そういうことですよ。一番辛いやついけるじゃない。え、今一旦これいった方がいいですか。一旦切ってもいいんじゃないですか。本当ですか。怖いな、だってめっちゃかかってるじゃないですか、これ。一旦行っちゃいます。一旦行きますか。これアホみたいにかかってますからね、これね。これが激辛のジョロタコ11倍、激辛所に行ってきます。いただきます。いただきます。辛いわ。これ辛い。事故。本当に事故ですわ。激辛ジョニー。はい。うちとどめのハイボールっていう、とどめさせるハイボールもあるんですよ。どういうことですか、とどめのハイボールって。飲んでみますか。舌が回ってない。飲んでみますか。え、辛いですか。辛くないです。あ、それはもうとどめのハイボール。じゃあ、とどめさしちゃいましょう。とんでもないお店に来てしまったぞ、これは。これがとどめのハイボールだそうです。
どういうことですかね。飲んでみてください。普通のハイボールじゃないですか。普通のハイボール。いただきます。美味しいですか。普通にハイボール。え、普通にハイボールですよね、これ。それ、お酒好きな人は普通のハイボールだと。ウイスキー、サワー。え、マジですか。こら、何をやってるんだ。口がイカれてるんで、わかんないですもん。ちなみに、うちの記録保持者はそれ12杯。マジですか。13杯飲んだら、ここも記録更新。そんな記録いらんわ。はい、いただきます。いただきます。おかえりあれ。普通のたこ焼きも普通っていうか、普通じゃないんだけど、もう激辛なんだけど、激辛の普通レベルの辛いたこ焼きも辛く感じますよ。もう汗が止まりまへんわ。早いとこちょっと蹴りをつけてね、したいと思います。いただきます。5個目。11倍2個にしといてね。あ、よかったです。あ、けど11倍6個だと散るんす。散る。今日は僕この分量バンと入れる。なるほど。あ、実質変わらないんだ。いや、実質何倍なんだろう。じゃあそれがダイレクトに実質2、30倍なんじゃない。そうか、全然11倍じゃない。6個にかける。なるほど。6個にかける量を2個にかける。なるほど。1回の摂取量が。そういうことっす。そういうことか。私、激辛ジョニーですからね。これ完食したら、このタコ王子の新記録を樹立ということでね。じゃあラスト行こう。いただきます。怖い、怖いな。いただきます。これ辛いわ。ごちそうさまでした。完食しました。オッケー。おめでとうございます。新記録。新記録。なんか表彰状みたいなのあるんですか。ないですか。ないか。ないかな。ないか。はい、というわけで、タコおじさんのジョロタコ食べ終わったんですけども、いいね。11倍、やばいね。これやばいわ。たった2個なのにこの破壊力ですよ。ちょっとやばい。もう目が開けられないぐらい汗が辛い。11倍じゃない、ノーマルバージョン、まあ普通にまあ美味しくピリ辛食べられるぐらいの辛さだったと思うんですけど、11倍はやばいです。辛さレベルの発表をしていきましょう。タコ王子激辛ジョロタコ焼き、11倍。じゃじゃんじゃじゃん。辛さレベル10です。おめでとうございます。レベルマックス出てきました。辛さレベル10です。これやばい。これシャレにならない。今ね、本当に顔が痛い。今日は辛いたこ焼き紹介してきましたけれども、酢だこ焼き、その辛くないたこ焼きがね一番人気なんでね、ぜひですね、たこ焼きね、もう何言ってるかわかんないですけど、こうあれなんですか、たこ焼き居酒屋みたいな感じですかね。そうですね。ね、本当ですよね。なんかたこ焼き居酒屋みたいな、普通になんか飲み屋です。飲み屋ですね。店長さんもね、すごい気さくな方なんでね、楽しく飲めるんじゃないかなと思います。はい、ジョニーとね同じ感じでね、こんなね、汗かきたい激辛マニアの方はぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、もしこの挑戦に高評価の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますね。フォローお願いします。お疲れ様でした。本当もうシャレにならないですね。シャレにならないですね。シャレにならない。ちょっとね、とどめのハイボールね、2杯目おかわりしちゃったんですけど、飲み干そう。どうぞ。お風呂で。今一緒です。うん。まあ、ちょっと買う。まあ、けど、誰かしてた。あ、できた。
はい、たこ焼きよりこっちの方が辛い。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとり、ねっとりボタンはここだよ。 OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK、 もっと